おはようございます、幸太郎です。朝ごはんを奥様に作ってもらいました。今日は iPhone で撮影して、iPhone で動画を編集して、iPhone で動画のアップロードをするっていうチャレンジをしたいと思っています。今は iPhone の標準カメラで撮影しています。いただきます。今日はトマトがないんだっけだから、BL、BL です。 ディーエル,ル,ルサンドです。いただきます。家の中でテントウムシ発見。サンドイッチごちそうさまでした。こちらが普段使っているノートですけど、いつもの。 ポケットに入れるととちょっ横横幅がですね横幅ががでですすねギギリギリなんですよもうちょっと余裕にしたいなぁと思ってもう途中までこっちは書いちゃってるので新しい方これもあの以前端っこをカットしたんですけどもうさらにえっとボールペン1本分ぐらいカットして短くして運用を新しい方にしようかなと思っていますそんなわけであると便利な裁断機 うん、いい感じ次はこの表紙の部分をカットしていきますではビニールに入れていきますもともとはこれ英語サイズのビニールカバーなんですけどそれをだいぶカットしてます今回はこれだけカットしたんですけど以前も、うん、えっと 短くしているので多分ですね2センチ以上はカットしていると思いますうん、でもなんかすごくいい感じですこれで新しいノートを運用していってみようと思いますしかし裁断機が出てきたり後の表紙をカットしたり参考にならないようななんでしょう、えー、ノート運用かもしれませんちょっとマニアックですみません お昼過ぎたのでお昼ご飯買ってきます iPhone の望遠効果どうでしょうか雲の切れ間がめちゃくちゃ綺麗デザート買ってきましたレンジでふわふわフレンチトーストレンジで温めてもらったんですけどもともとはこの上に なんかバターみたいなものが乗ってました四角いものですねいただきます意外と甘すぎなくてすごく美味しいですこんばんはコウタロウです今日は朝から僕の使っている iPhone11 Pro で、えー、Vlog を撮っていました途中までは iPhone の標準カメラアプリで えと途中の天釣りで、えー、とノートを裁断とかしているところはあのフィルミックプロで露出とかあの変に動かないように固定して撮ったりとかしていましたで今はフィルミックプロで、えー、とログ撮影をしています途中まで、えー、と今回は iPhone で撮影して、えー、とルマフュージョンっていう ビデオ編集アプリで編集するとかやったんですけどそのラットの当て方がわからなかったのでカラーとかは標準のままにしたんですけどさっきいじってたらやっとラットの当て方がわかったんですねなのでえっとちょっとフィルミックビデオアプリのフィルミックプロでえっとログ撮影をしてみていますどうしてもその iPhone の 標準のカラーで撮っちゃうとあのなんとなくやっぱり iPhone で撮影したっていうのが分かる感じの色味になる気がするんですよね。それをまあラットにすることで自分がどう感じるかっていうのも今ちょっと気になっています。でここまでがまあその、えー、とどういうカメラと、まあ、撮影と編集をも アプリを使っったかって話なんですけどここからはその実際今日一日使ってみての感想なんですけど、えー、iPhone で撮影した素材を時間がある、えっときにビデオ編集アプリのルマフュージョンに入れてそこでもう簡単な編集とかをしたスロットってできてそれを簡単に YouTube に 一気にアップロードでできるんです、ね、これ前あの最近ドリキンさんがすごくおっしゃってることであの本当パクリで自分も試してみてるんですけど iPhone で編集してそのまま YouTube にアップロードするっていうことはものすごくかん、えー、と効率が良くて途中まで編集した段階で一回 YouTube に上げてパソコンで まあ普段自分が YouTube で確認しているような状況で、えっと、音の感じとか、色味の感じとかを確認しつつ、で、また iPhone 側では編集を進めていくてことができるんですね。すごい効率がいいなと思いました。あとは、その、えっと、どうやってやっても今は、 えっと iPhone で撮影するといつも使っていたポケットシネマカメラみたいな色味が出せな,か出せないので自分がそこをどう思うかなっていうちょっと実験中ですというわけで、えっと、今日は一日もともと iPhone で全部撮って編集してアップするぞっていう意気込みでやってたんですけどもどんな感じだったでしょうか本当は iPhone はあのカメラの えっと、センサーサイズが小さいのでもう明るいところだったら本当に綺麗に全然いけるんですけど結構今なんかももう夜ですし今日はずっと雨だったので暗い中での撮影でしたちょっと iPhone には不利な状態かなとは思うんですけども、えー、その出来上がりとかもちょっと楽しみにしていますではここまでご視聴ありがとうございましたそれでは 明日も僕休みなので、えっと、Vlog は iPhone でまた撮ろうかなと思っていますかもしくはポケットシネマカメラで撮影したものを一、えー、回 iPhone に取り込んで、えー、っと編集するっていうのが簡単な運用ができそうだったらそっちしたいなとかちょっと最近さっき考えてみたのでちょっとどっちになるかわからないんですけども とりあえず iPhone で編集する、ルマフュージョンで編集してアップする、YouTube にアップするっていうのはしたいと思っています。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。ではでは、ではでは。